みんなおはよう。今からなんだっけ、事務所に用事があるので、ちょっと髪の毛だけ30分くらい配信して、はい。暑いかな今日、これニットとか着てみた。ニットってか薄手のニット着たんだけどさ、暑いかな。なのでこれを食べます。昨日差し入れでもらったドーナツ。してまた夜ゆっくり配信しますね今日は。まあなので夜も配信しますので、見えない方は、見えない方ってか、夜何配信しようかな。私あとお肉何ポイントですか。うんうん、まあ結構あるね。6万7千ポイントでしたって。じゃあみんなが好きな、カラオケ配信したら達成できるかな。うん、思っちゃった。夜明け配信か、丸ご飯作る配信。でもご飯はぶっちゃけいつでもできるから、どっちがいいですか。1時間くらい。おはようだと。おはよう。カラオケいいねだって。じゃあカラオケしよう。で、金、皆さん金ピカをください。アルマとか音符じゃ意味ないんだよね多分ね、カラオケ配信。黄色をください、黄色をくださいって書いとこう。黄色ください。じゃあそうしよう、カラオケ配信しよう。夜のじゃあ7時、早すぎ。8時にする。8時でもいいよ。
うん、いいよ。私今日マツパンに行くから、そうお風呂入れなくて、そうだから、それまでお風呂入れる時だけ。お前14151617181けるか。遅めの時間がみんないいんだよね、多分。ありがとう、ポン太郎、ありがとうございます。昨日公演楽しかった？あとか言った、楽しかった？ありがとう。最近は前の方が多いですね。ありがとう、書きますね。今日は5月の6日。じゃん、じゃ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 ん、ありがとう。今日はめっちゃ字が上手な日でした。そんな日、上手な日だったので可愛く書けました。よかったね。はい、ありがとう。じゃじゃじゃん、ありがとう。 ありがとう。ポン太郎、指ハートができるようになりましたね。昨日びっくりした。あ、できるんやと思って。ありがとう、ありがとう。タワーが立ちました。8時にしよう。8時にしよう。私明日朝が早いから、朝が早いから、ショールームして、リハーサルの確認して寝ます。そんな一日。ゴールデンウィークのやつが22時までだって。
え、じゃあ7時半の方がいいかな。ホワイトデーの時にしたんだっけ、前なんかの時したよね。初見です、だって。いや、あと5月は4月がいっぱいショールームできなかったから、5月はショールームいっぱいできるように頑張る月間なんです。だからちょこちょこ配信してます。全然4月できんかったもんね。なんか4月の合間にポッ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 みたいな感じで終わっちゃったから、5月は頑張ろうって感じ。今日からお仕事です、だって。あ、そうなの。予期月間だって、周期月間。本当はね、なんかインスタとか撮り行きたいんだけどね。ゆるちゃん撮り行きたい、カフェ行きたいんだけど、コンサートが終わるまでは、そうそう、なかなかさ時間もなくて。コンサートが終わったらカフェ行ったりなんか行きたいな。もうインスタのさ写真のストックが本当に本当になくて結構ピンチなの。嬉しい。インスタの画像がとても美人すぎます、だって。恥ずかしい、やめて。ありがとう。そんなことないけど。自分は今日から仕事だって。頑張って。10連休すごいね、楽しそう。10連休だ。コロナの時私10連休だ。10連休以上めっちゃ。福岡のカフェを教えてくださいだって。実はでも私カフェとか疎くて、あんま分かんないんだよね。なんか実はあんまりそんなねカフェ分かんないけど、なんか美味しいお肉とか調べちゃったりする。カフェ屋さんあんま行かないんだけど、行きたいねカフェとか。昨日はあまりにも載せる写真がなさすぎたから、そう、あの写真載せてみたんだけど、でも意外に可愛くない？49日おめでとうだって。ありがとう。ありがとう。
来週の予定日は、予定日だって予定日は来週の17日、1週間後おめでとうだって、ありがとう。本当はさ、多分劇場公演終わりに写真を撮ればいいんだけどさ、劇場の周りに漏れる場所がなさすぎてないんだよね、場所が。なんかしかも劇場の場所で撮るとさ、いつも同じような写真になっちゃうじゃん。だからなんか劇場周りのなんか映えの場所を探してるんだけど、壁とかなんかなかなかなくてないんだよね。もうちょっと可愛い壁とかあったらさ、なんか撮りに行きたいんだけどさ、なかなかないから、いつも。あ、黄色ありがとう、だるま。エリカありがとう、夏さんも、ザキザキザキも、カツリンさんありがとう、ハヤタくん、ナナちゃん、ロデムさん、ボーダー、ポン太郎、ザキザキザキ、マリモちゃんは初めまして、ありがとう。トシさん、ソウさんぽ、アイリューパパ、吉田さん、ニコナス、ドマさん、マサル、ユーピョン、モグモグパクパク、マツカドー弁当、ありがとう。何のお弁当だ、ヤスさん、ゴムさん、ユカリンちゃん、キアナちゃん、チャンさん、オカモ、ブルーイング、ヤスさん、ありがくま。エウリカ、佐世保のてっちゃんはいっぱいありがとう。もん。フラッペ、マトンさん、ウィンパディ、リトゥ、シロさんは久しぶり、ありがとう。フラッペ、楽しいよね。ブルーイング、ありがとうございます。ねむ太郎、ありがとう。そう散歩ありがとう。あと忘れ物ないかな。太陽さんありがとう。キエッチさんありがとう。テキサスのロースターさんもありがとうございます。ありがとうみんなさん。今日みんな何するの？お仕事？めっちゃまっすぐなった。お家でゆっくりしますだって。なるほどね。
真昼過ぎから仕事に行きます。明日の仕事に備えてるって。善悪券を探そう掃除をしますだって。みんなあった？善悪券ちゃんと見つけ出しました？大掃除しないとだよね、部屋を片っ端から。それこそさ、捨てちゃってる人とか全然いそう。どこにあったの？え、なんかさ、もうそういうさ、HKT のグッズ置き場とか家の中で決めてるのかな。効果雨降ってないのだって。多分地球外慣れてないんだよね。でも降るって書いてたよね。お芋ちゃんの口を超えるの初めて目撃した勢いだって。そうなの？寂しいけどよろしくね。雨だから二度寝してましただって。おはよう、おはよう。保管してました。偉すぎ。未開封の CD から、CD とかさ、たくさんあるじゃん。だってそれも全部みんな取っておくんだ。すごい、お家が CD だらけになっちゃいそうね。沢ひくにとかめっちゃ前だもんね。沢ひくに大好き。押し入れの中は HKT グッズしかありませんだって。そうなんだ。じゃあこれそうなのかな。28枚ありましただって。それは結構あった方なの？28枚すごいよね。知り合いに配る時もあります。そうだよね、お家にいっぱいあっても大変だもんね。やっほー、キラキララってやっほー。HKT 関連の押し入れの中にありました。よかったね、取っておいて。私とか多分さ、いらないと思うから捨てちゃうからさ。 CD は布教したり、嬉しそうの嬉しい。適切に処理していますって。ごー、飛んできた。わあ、コージありがとう。北九州のしひろさんも、トシさんも、ニコラス、スモークタンありがとう。ジューアイさん、はじめましてありがとう。山崎パンも、朝倉さん、ザキザキザキ、ケイシジンさんもありがとう。キュン。ねえ、そんな善悪券、善悪が6月
でもさ、もう今月ももう5月に入っちゃったからさ、8月、5月に入っちゃったからさ、私ね、昨日一個ね、提出がね、昨日までのものがあってね、それにね、気づいたのも劇場に来てからでね、すっごい焦ってね、で、なんかでも結局もう家に帰らないと間に合わないってなって、そう、あの出せなかったのよ、昨日提出できなくて、でもデータだけ送りますみたいな感じになって終わったのね。で、私本当にあのもう昨日がまだめっちゃ言い訳なんだけど、4月だと思ってて、もう本当にバカ、もうなんか知らないけど4月だと思ってて、でもう前の日に、あ、そういえばあれ提出しないといけないけどまだ4月だから大丈夫かと思ってそうで思い出したのに、前の日だから、昨日だから土曜日、でも思い出したのに、あ、まだいいかと思ってやらやめちゃったのよ。言ったらさ、そしたらさ、劇場行ったらみんながさ大慌てしててさ、えみたいな、それ今日までだったのって言って、っていうね、もう大バカなことをしました。もうなんか自分に呆れちゃって、昨日は私さ、前の日までは4月だと、まだ自分は4月だと思って、でもショールームしたらさ何月だねとかって話するしさ、なんでこんなことが起きたのかわかんないんだけど、そうなんだから、今日それを提出しに行かないといけないんですわざわざ、そうなの、本当にびっくりした、あれと思って、みんななんでこれにバタバタしてんだろうと思ったら提出日でした。やばすぎ。怒られませんでしたか？だって怒られなかった。前の日はね、もう一回思い出したの、私そういえばあれと思ったのっていうのを今すっかり思い出した。あるあるだって、あるあるだよね、私だけじゃないよね、めっちゃ忘れちゃうんだよね、そういうの、なんか大事な。暑い。完成。特になんか今はコンサートのなんか提出物とかも結構ね、いろいろ多くて。提出物とか言うとなんか学校みたいだけど。できた。もう、ね、なんだっけ。私は今日は帽子をかぶるから、前髪はしません。なんかさ、昨日さ、意外にさ、クラゲヘアをさ、褒めてもらえてさ、やったーと思いました。よかった。そんなクラゲヘアは後ろ姿が可愛いんですよ。インスタのストーリーに載っけたら、自撮りをし忘れちゃったんだけど、インスタのストーリーに載せたらめっちゃみんな喜んでた。スマホのアラームに予定を入れておけば忘れないかもです。だってありがとう、教えてくれて。今日も可愛いよって、ありがとう。匠18、快速特急、ザキザキザキ、北九州の吉弘さん、総散歩もありがとう。なんかそこ汚いね。じゃあ5分になったら終わりにするね。
で一緒だったんだね。だってひじりが誘ってくれたの。そう、クラゲヘアしないってクラゲって何って言ったらあれでした。あの髪型のことをクラゲヘアっていうらしい。初めて知ったクラゲヘア。でもなんか昨日夜公演の時も伊沢ちゃんがしてて、とかちょっと最近流行りつつある髪の毛なのかもしれない。うん、してましたね。こんにちは、だってこんにちは。いろんな髪型があるよ。公演がね、5月はいっぱいある。私は17、18、21、26、29、いっぱい。20、17、18、21、26、29、5回もあります。あといっぱい。4月が0回だったからいっぱいある。なのでって言ったけどね、皆さんはお休みモードに入るのかしらね。なのでまあ、無理はせずに倍だね。定型文リセットされました。そう、なんか定型文やめました。気分じゃなくなった。あ、でも17日行きますって人多かった気がするね。久々に17日行きますって人多かった。11日、あ、そっか、11日はお芋さんだ。あ、じゃあ私まだまだいっぱいあるよ。まだまだとか言って1回増えるだけだけど、11、17、21、18、26、29、6回も今月あります。だからいろんな髪型しよう。毎回違う髪型する。今んとこまだ変えてる。4月から9日と11のニカリノちゃんに会えます。だってコンサートと公演やったー。こんにちは、だってこんにちは。まあ DMM で見る方も11日以外は通常だからね。こんにちは、だってこんにちは。結構多いかも。私いつもショールーム開くと自分がいる。なんでみんなもいるものなの？それは自分の配信だから自分がいるってこと？いつもいるんだけど。
なんで？みんないろいろやってんの。自分のショーでもりのちゃんが配信したトップに来ます。あと他の48の子も配信してるのにさ、なんで？私が毎日配信続けてやってるからかな。私もりのちゃんがよく出てきますってね。ありがたいね。だってお昼なのにこんなに。お、びっくりした。違う人の誰かの配信開いちゃった。私誰か違う人の配信開くとさ、ありがとうございますみたいにめっちゃ言ってもらえてさ、なんか初登場ですとか書かれちゃうじゃん。めっちゃ恥ずかしいからさ、行かないようにしてるんだけど。あんま48のさ人はそういうのあんまいないんだけどさ、めっちゃさなんかショールーマーさんみたいな人のとこ行くとさ、わっみたいな、坂本里奈さんありがとうございますみたいな、わーわーってわーってなってめっちゃ恥ずかしくなる。あって配信画面越しで。自分もりのちゃんが出てきますだって。でもさ、あのさ名前呼ばれてさ嬉しい人もさいるんだろうね。わっこの人かわいいと思う人もいるんだろうねって考えたらさ、私もさ行った方がいいかな。キリがなくなりそう。めっちゃ呼ばれるんだよね。わったまに入っちゃって間違えてタップしちゃったりすると、なんか今イベント中ですみたいな、なんかそう、なんかもう本当に助けてくださいみたいな感じで、そうなんだけど、そうなんだよね。でも結構ね初訪問来るの。今もねもういっぱい来てる。梅さんみたいな人とか、クーンソクさんみたいな、多分知ってたらお話が全部話せなくなる。まあ、ちゃんと見てますよ。初訪問なんだなっていうのを見てますけど、すごいよね。ロールド集めあるあるだって。アホ様集めるときあるあるなんだ。すごいよね。もうなんかようこそみたいな。私名前に坂本里奈だけにしたの。そう、本当は HKT とか書いてたんだけど、チーム H とか書いてたんだけど、そういうことが起きたときに大変なことになっちゃうから、そう名前をね坂本里奈だけにしたんですよね。ミッションで行くと言われますって。やっぱそうなんだ。フォローしたらめっちゃ喜ばれますだって。でもそうやってみんなが他のところの他の人にこう好きになるかもしれないんですね、お星様で。ね、すごいよね。いっぱいいろんな人がいるんだなって正直見ると思います。でも48って48だけに固められてるじゃん結構ね。こんにちは、こんにちは。昨日の聞かないとが面白かったですだって。 ありがとう。私も聞いてました。おもろかった。私は愛知のファンの方のあれが好きだったな。何だったっけ、あのいちご狩りにデートで、素敵じゃないですか。女の子はいちごが大好きなので、私もいちご大好きなんだけど、いちごに行って、でそういちご、あ、いちご狩りに行って、うわーありがとうみたいな感じでついてやってなくて、ほうれん草狩りでしたみたいな。ほうれん草をそう女デートをしましたっていう、あ優勝だって。優勝よね。本当に面白かった。もう奥さんが読んでくれてて、ふむふむとか思いながら聞いてたらまさかの落ち着いてめっちゃ面白かった。まあ皆さん聞いてください。本当に面白いです。ラジコで
きましたか？私はみんなの実況を聞きな読みながら聞いてました。私のマネージャーだった。私マネージャーね、1週間くらいやりました。ハンドボール部、仲良しの子がハンドボール部にいたから、一瞬だけ、なんかでもなんかもう入部にもなんなかったよね。マネージャーは頑張ってやりました。だけど、ただ友達と一緒に、仲良しの友達がハンド部にいたからやっただけで、なんか別に楽しくなかったからやめちゃいました。ダンス部もいた。あとなんか体験もいろいろ、卓球とかの体験も行ったけど、なんかあんまり楽しくなかった。だから帰宅部最高って感じ。タイムフリーで聞きますって。ゾウが高の部活の話もしましたね。ゴールデンウィークの過ごし方みたいな。もう私と愛知が真反対すぎて、もう愛知はよっしゃ行くぞみたいな感じのタイプなんだけど、私はよしやろうねみたいな感じのタイプだから全然違うんだよね。面白いけど。なので皆さん移動時間とか、まあ、1週間聞けますので聞いてくださいませ。夜聞いて、明日、あ、朝からまた聞きました。ありがとう、ありがとう。男の子だけどいちご狩り好きだよだって。ほんと？福岡はいちご美味しいけど、結局今年も去年もいちご狩り行かずに終わってしまいました。したかったんだけどね。まあもう12分だ。ヤスさん優勝。夢猫さんもハチムチもニシプーもタラの魚さんもありがとう。みんながいっぱい黄色をくれます。ありがとう。ハケモチさんありがとう。テン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 。お腹空いたな。今日は朝ヨーグルトを食べたんだけど、お腹が空いた。ヨーグルトは私的には腹持ちがいいくなさすぎて、すぐお腹空いちゃう。まあでも朝9時に食べたからお腹すくか。それなんかずだん、なんか食べてからお家でよっと。昨日同伴出たかがりのちゃんがいいなって言ってました。そうなの、ありがとう。私りのちゃんいいですよって勧めといてください。お願いします。お願いしますって感じね。今日はもう終わりにしようかな。でもなんとびっくり、今日は夜の8時から黄色を集めようってことで、なんだったっけ、あれあれ、カラオケ配信をしようと思ってますので、皆さんぜひ8時から集合してください。はい、1時間くらいしよっかな。なるほどね、カラオケで黄色の曲歌ってねだって。うわ、探しとこう。黄色の曲
春？私春がやってくるまでしか黄色のイメージないんだけど、春がやってくるまでめっちゃ黄色の衣装じゃない？なんかないかな黄色の曲なんかあったらちょっとみんな考えててください。ないよ。ピンクとかならあるけど黄色の曲ってなくない？衣装が黄色とかになっちゃうね。なんかもうないね黄色の曲。ゴールデン、あ、ゴールドラッシュ。サボテンで歌えばいいんだ私。もう大得意、もう大得意のサボテンです。ウィンブルドン、確かにウィンブルドンも黄色ありますね。そうやん、サボテンじゃん。黄色いっぱいくれるかな。お肉が食べたいんです私。ひまわりの水彩画、あーあるかな、ひまわりの水彩画。うーん、春が来るまで、うーん、そう私春が来るまでの黄色めっちゃいいイメージ。ゴールドケースね、なんかあったな、考えとこ。ゴールドとかだったらもうフライングゲットしかない。ディーディーディー、このままドンタクでやったらしい。ディー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 、まあのんびり歌いたいと思います。まあ黄色縛りじゃないので黄色の曲をなんかあった歌おうかなって感じです。はい、では終わりにいきたいと思います。あーグローリーデイズだった、確かにグローリーデイズね。私バックダンサーしてた、確かに確かに。あるかな、鉄のあんまなかった気がするんだよね。ウィンブルドンもじゃないのかな。まあいいや、なんか楽しく歌いましょう8時から。はい、では13位がボーダー、12位がゆかりんちゃん、11位がゆりか、10位がニシプ、9位がキアラさん、8位がザキザキザッキー、7位がハリー、6位がタラの魚さん、5位がドマーさん、4位がコウジ、3位がヤスさん、2位がハセボンテッちゃん、1位がポンタロでした。ポンタロありがとう。かわいいですか、ポンタロタワーありがとうございました。また劇場で会おうね、ありがとう。キュンキュン、ありがとう。わあ、色間違えちゃいましたら大丈夫だよ、ありがとうございます、ありがとうね。はい、では皆さんもお昼から配信見てくれてありがとうございました。ゆっくり過ごしてください。バイバイ。微笑みポップコーン、フジヤン、メビウス、ハシムッチ、カズッピさん、タカヨシも、かけもちさんもありがとう。で、お仕事の方は頑張ってください。またねー、バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。